時和公園時和公園内時和公園は埼玉県埼玉市浦和区時和にある公園。かつて浦和御殿、浦和地方裁判所があった。面積は9669平方メートル。埼玉県の県庁所在地である埼玉市浦和区の中心駅、浦和駅西口から北に700メートル、徒歩13分の場所に所在する。旧中から公園まで整備された道路があり。 公園周辺は赤レンガベで囲まれていて、かつて浦和地方裁判所だった頃の面影を残している。公園内にはあずまや遊具などがある。浦和駅周辺は住宅が密集しており、大きな公園は超神社周辺の超公園と時は公園しかなく、貴重な緑と公園スペースであるとともに、一時避難所にも指定されている。なお、埼玉県庁を過ぎて、 西には、浦和を代表する別所沼公園がある。時和公園の近くは、浦和塾の本陣があった。江戸時代初期の時和公園の場所は、浦和御殿と呼ばれ、徳川家康や徳川秀忠が、高刈りの際の休憩所として使用された。その後1611年に廃止され、御殿は取り壊されたが、廃止後も、御殿跡、お囃子と呼ばれ、江戸幕府に保護、管理された。 明治26年になると、浦和御殿の跡地である林地に、浦和地方裁判所が建設された。赤レンガ堀や兵など、当時の名残を、現在も見ることができる。裁判所、検察庁は1973年に、現在の場所である、県庁南の新庁舎に移転した。裁判所跡地には、時和公園が1976年4月、開園した。 裁判所があった頃からの名木であるキャラの木が、現在も公園内に残され、浦和市時代から指定天然記念物となっている。幹回り2.2メートル、根回り5メートル、高さ4メートルであったが、老木のため樹勢は衰えている。ありがとうございます。